ウクライナへの軍事侵攻を受け、日米やヨーロッパ各国がロシアへの経済、金融制裁に乗り出す中、中国共産党政権はロシアへの避難と制裁を避けています。現在、ロシア国営のガス最大手ガスプロム社は中国との大規模なパイプライン契約を計画しており、ロシアへの対応において日米欧の制裁と対照的な動きを見せる形となりました。 2月28日、ウクライナ侵攻が続く中、パイプライン建設の詳細について、中ロ両国の政府関係者が協議しました。両国が合意に達すれば、年間約1兆8000億立方フィートの天然ガスが、パイプラインを通じて中国に運ばれることになります。天然ガスが安定して供給されることで、中国の製造業は安定化するでしょう。 欧米企業にとっては中国に製造拠点を移す魅力ができますそれにより商品やサービスに対する中国への依存度が高まります両国のこの動きは各国のロシアへの対応とは対照的となりましたドイツは先日ロシアからの天然ガスパイプラインノルドストリーム2の認可手続きを停止しました中国にとってロシアは第3位のガス調達先となっており ガス調達量全体の約5%を占めています中国はすでにロシアの様々な事業体と30年間で4000億ドルの天然ガス供給契約を結んでいます今回の契約はそれをさらに拡大した形です中国にとっては自国の経済を支えるだけの十分なエネルギーがあるかどうかが問題なのです ある経済学者は、中国共産党がウクライナ振興の中でロシアと協力する地政学的な問題についての懸念は薄く、それよりも自国の経済の方に関心を抱いているとの見解を示しました。中国はロシアと距離を置くことや地政学的な観点をあまり気にしていないようです。ですから彼らにとっては、今回のガス供給計画は単に経済的な決断なのです。 中国はロシアから石油やガスを安定的に供給してもらえる限り、ロシアに協力すると思います。ダニエル・ターナー氏は、中ロ関係は信頼の上ではなく、収益性の上で成り立っているとし、金の切れ目が円の切れ目であり、長続きしないだろうと述べています。NTD ジャパンがお伝えしました。